うおぉ、すっげえ。なんだこの改造マジカルホイール。ん、こんなモデル見たことねえ。ホイールもカウルもゴリゴリ改造されてるわ。マジホイマニアのお前が見たことないなんて、どんなやつが乗ってんの。マジカルホイールって魔法使えなくても乗れんの。機能は多少制限されるけど乗れるぜ。補助の魔導バッテリーもあるし。っていうかそんなことも知らねえのかよ。常識でしょ。ワンドが乗ってきたマジカルホイールに群がってるけど何の用だべな。あれはイグニハイト寮生に無理って借りてきたやつなんだ。傷でもつけられたらヤバい。あのそれ僕のマシンです。マジでこんなガキが。ってその服ナイトレイブンカレッジの学生じゃん。ねえ僕、このマシンちょっとだけ乗らせてくんない。すいません、これ借り物で傷をつけらんないんです。はあ、俺が運転下手だっていうの。失礼しちゃうぜ。そうそう、こいつちょっとなら魔法も使えるし大丈夫大丈夫。え、お前魔法使えたんだ。まあな、ナイトレイブンに呼ばれるほどじゃねえけどマジホイ乗りこなすくらい余裕よ。言うじゃん。確か勉強ついていけなくて魔法学校中退したんじゃなかったっけ。うっせえよ。このマシン初心者が乗ると危ないと思うんで。は？初心者？年上に向かってその言い方は失礼なんじゃないの僕。とにかくマシンは貸せません。行こうエペル。あ、うん。ちょっと待ってよ、まだ話の途中じゃん。いた。何するんですか。エペルの腕を離してください。あれ、君女の子。ナイトレイブンって男子校じゃなかったっけ。ああ、うわ、ほんとだ、すげえかわいい。いつ驚愕になったの。あんたたちいい加減にしてくれないか。僕たちは痛いです。腕離してください。おお、なんだこれ、すげえドキドキしてきた。俺ついに運命の人に出会っちゃったのか。おい、乱暴すんのよそうぜ。怪我したらかわいそうじゃん。なんてな、好きやり。うわな、こいついきなり顎を突つきて突き上げやがった。はっはっはっは、和の愛らしさは本当に通用すんだな。騙されたな本ズナシ。誰が背小さくて華奢で可愛い女の子だって。いや、そこまでは褒めてねえ。っていうか声よく聞いたら男じゃんか。詐欺だ。なにや、男で何が不満だんず。おめだちが勝手に勘違いしたんだべさ。エペル、愛らしさの使いどころは喧嘩じゃないと思うぞ。というか無断外出の上に喧嘩はまずい。いや、そうでなくても喧嘩は良くないが。あ、やべ、下手に出てるやつ付き上がりやがって。だいたい俺は昔から魔法師ってやつらが嫌いなんだ。ちょっと魔法がうまく使えるからってお高く止まりやがって。あいつまさか俺たちを魔法で攻撃する気か。エペ、ここは僕が引き受ける。だからその隙に学園に連絡してくれ。はあ、おめだけ追いでけるわけねえべな。今ここでお前に怪我させるわけにも、魔法を使わせるわけにもいかない。僕が連れ出したんだ。僕が責任を取る。デュース。